はい、こんにちは。グランドバイア社長です。今回も一人でございます。まあ一人でちょっといっぱい撮っておりまして、まあっていうのもちょっと僕が急にね出張に行きたいっていうことで、本来はね響きと撮る方がよりこの温度感熱量を伝えれると思うんですが、まあちょっと一人ですけど、響きのファンの方すいません、その分店頭に会いに行ってあげてくださいということで、本日10着バンティーです。ストーンズ、エアロスミス、ガンズ、メタリカ、ピンクフロイド、ストーンズ、キス、パンテラ、マンソン、マンソン、マンソンとなってます。めっちゃ高いのはないだけど、持っといた方がいい T シャツばっかりとなっておりますので、まあふわーっと見ていってください。最後までご視聴よろしくお願いいたします。行ってみましょう。まず1着目、デルタボディのストーンズなんですよ。1999オフィシャルです。まあ何の変哲もない、まあ90年代なんでね、それだけで価値はあるんですけど、ちょうどいい大きさのリップ&タンやないかっていう部分なんですが、あ、ちょうど僕もねこれちょっといただいた、リップ&タンのレザーのキャップかぶってますけども、はい、3つこれ T シャツ僕おすすめするポイントがあります。まず1つ、デルタボディってところがね、僕はデルタ本当にいいボディだと思ってます。すっごくいい色落ちするのと、すっごくボディのサイズバランスが良い。なんかこうデザインどうこうじゃなくて、このボディ好きやからよう着てるなって T シャツって大体デルタやったりするわけですよ。まずこれが一つ。で次にプリントのね質感がね非常に良い、程よく厚くて、これねもう何言ってんねんな話かと思うんですけどね、この赤とね白の部分の厚みが全然違うんですよ。だからこう間近で見るとホワイトがちょっとさらに浮いて見える、なのでよりこうあのこのリップアンドタンのツヤを表現しているデザインがバキッと、皆さんがこれもリップアンドタンだ、あ、ファックしちゃった、はい、一つ。ラスト、これねできれば概要欄の方からね平置きの画像で見ていただきたいんですけど、うっすらペンキ飛んでるんですよ。わかるかな、映像者わかんないと思うんですけど、このペンキがめっちゃかっこいいの。こうね自身でねこうペンキ加工みたいな人も絶対こうはないですよ、やりすぎちゃうもんだ。これぐらいのペンキの感じがね僕はすごくいいと思う、うん。でブードゥーラウンジだとか、ブリッジトゥバビロンだとか90年代中期および後期の T シャツより仕入れ値も安いのでお安くできますので、これはねマジで言っといてください。コスパも最高で、このペンキの感じでよりね愛着持って着ていただけると思いますのでお願いします。次、エアロスミスです。意外とこれねあんまり入荷させたことないですよ。ナインライブス、ノースアメリカンツアーでございますね。ボディがジャイアントの XL です。であのメンバープリントですが、イエローを基調として描かれていて、まあなんかねかっこよく描かれている、うん、まあ、エアロスミスのメンバーじゃかっこいいんですけどね。でバックプリントもイエローで統一されている、はい。あともう一つ、サイズバランスも非常にいいんですが、響きが絶賛しているジャイアントのプリントタグなんですよ、うん。で毎日動画見ていただいている方はもう知ってると思いますけど、ジャイアントのプリントタグっていうのはボディの退色が早いということは、フェードをより楽しんでいただける。ここで例えば10枚20枚の T シャツでガンガンフェードを楽しんでいただくっていうのも一つありですよ。それはもうそれができるのはそれがいいんですけど、この価格帯でエアロスミスで 90s でフェードをね楽しんでいただけるっていうのはね、僕も言うことないんじゃないかなと個人的に思っております。なのであの今も十分かっこいいですよこの T シャツ。ただご愛用もガンガン気にせずご愛用いただいた先に、もっといい表情に、かつやっぱデニムとかもね色落ちって結構こう忍耐との勝負じゃないですか。でプリントタグジャイアントっての落ちやすいのでおすすめで、このフェードが効いてきた時にね、この単色に見えるでしょ、これ実はこれグラデーションになってるわけですな。この辺っていうのもよりいい雰囲気になっていってくれると思います。ガンズメタリカのブロッカムの L です。最近マジで見なくなってまいりました。1992ですね。シングルダブルです。ブロッカムは裾ダブルの技術が取り入れられるのが早かったので、年代整合性としては合っております。コンディションがいいですね。特にこのバックプリントっていうのは比較的剥がれやすいっていう風なイメージです。まあ過去何十着持ってきてますけど、で中でここまで綺麗にこの発色が残ってるっていうのもいいんじゃないでしょうか。このメタリカのねグレーの
プリントがね、特になんか色落ちというか剥がれやすいイメージなんですけど、本当に綺麗に残っております。このブロックカムのタグのコンディションからも、この T シャツがコンディションがいいのがお分かりいただけると思います。で、歪みもほぼないので、普段、XL をちょい大きめに着てる方でも着ていただけるサイズだし、もちろん L サイズの方にはおすすめで、今後洗っていって、こう、極端に言うと乾燥機かけていただいてもいいと思うんですよ。よりご自身の体型に馴染んだ形に変化していく T シャツですので、本当に末永くご愛用ください。ガンズメタリカ、本当に今高いし、もう数がないです。次です。新品、ピンクフロイドです。ユーロ XL、コンディションめちゃくちゃいいです。で、このモチーフっていうのは Y2K のいろんなモチーフが描かれたピンクフロイドだったり、よく使われるんですが、しっかりとした 90s のピンクフロイドで、バックプリントの O の部分にはロボットハンドも書いております。コピーライトが1994、アンダーライセンス2ブロッカムです。 XL でこのコンディションっていうのはもう探して出るものではありません。 CD でもそこそこ高かったです。それこそピンクフロイドの Wish You Were Here だったり、サンダイヤルノースアメリカンツアーかな、その辺のピンクフロイドの有名どころの T シャツよりもっぱつ高いです。で、どれぐらいこれが希少かっていうと、1回の買い付けで1回は絶対見ないです。特にヨーロッパにコネクションのあるディーラーじゃないと基本的に持ってないイメージなので、爽やかなこの夏特に重宝していただける T シャツだと思います。もう一回見ておいてください。そして最近僕がちょっとこれいいんじゃねと思って集め始めているブリッジトゥバビロンの T シャツですね。ローリングストーンズ199899と、フロントメンバーでバックプリントはこちらのライオンです。ブルーサンダーっていうね、タグ出しておいてください。ボディのものが比較的多いんですけど、これめちゃくちゃでかいんですよ。これ表記 M なんですけど、もう L 絶対あるんで、逆にね、僕ね、このボディの XL ってのを買わないです。でかすぎて。なので、表記は M ですけど、L サイズ相当とお考えください。で、バックプリントの、このちょっとぼかした感じ、それこそダーク空山とか言ってるよね。空山のように描かれたこのライオンに対して、このバキッと赤と白で入ってるあたりがもう最高じゃないですか。で、ちゃんとね、フロントにリップアンドタンもおるんですよ。かわいい。ネクスト上がる T シャツかなと個人的には思っておりますので、今買いだめしております。なのでどんどん僕も販売価格上げていきますので、まだ全然この値段でマジで買えるうちに買っといた方がいいと思います。そしてキスのフォーフェイスのピラミッドタグのラージ、全体的に程よく色抜けてます。あとピラミッドタグっていうのはウータンクラウンとかの T シャツも使われてますね。こちらですが、比較的肩幅大きくてボックスなんですよ。で、僕が持ってるウータン T シャツもイエローの大きいロゴのね、クリームだったりエイントナッチンって書いてるやつは全てピラミッドタグだったはず。シングルステッチのダブルステッチ、はい、見ないっすね。もうこれブラックピンクの方が着られたってことで話題になりましたけども、そんなんを度外視にしても僕はキスの T シャツの中で一番かっこよくて着やすい T シャツなんかなと思っております。かっこいいと着やすさの両立結構難しかったりするんで、9697ですね。夏だけじゃなくてずっと着れる T シャツです。そしてパンテラヘインズラージ、はい、これね、ストロングアザンオール、偽物もかなり作られるぐらい、海外では需要が高い T シャツなんですけども、日本国内ではそこまでまだ認知度ないかなって感じなので、そこまで極端に高くはなっておりませんが、とにかくかっこいいですね。だからそう、偽物業者がね、2パックのオールアイズオンミーとか、ニルバーナのハードシェイプドボックスとか、その辺のとこ並べてよく当時作ってました、偽物。バックプリント最高でしょ。バンティーなんですけどね、メタリカとかスレイヤーとはまた違った良さがあるっていうかね、ちょっと今っぽいっていうか、バント T シャツのブームが来る前の今っぽいっていうか、この感覚値分かってくれる方いらっしゃると思うんですけどね。はい、カーボイフロムヘル、かっこいいです。お願いします。そしてマンソンが続きます。隠れた名作マリリン・マンソンのこちらアートライクのデザインですね。ウィンターランドの L サイズとなっております。全体的に綺麗な色抜け、フロントプリントは白を基調に、この白のプリントのバキバキ具合も見ておいてください。ちょっと白飛びしちゃってるかな。はい、よかったら画像を拡大出してください。そしてバックプリントのマンソンの黄色の文字、これで全体感が締まってる。この感じが最高ですね。まだそこまで高くないマンソンです。ただ着やすいと思うし、
これね、うっすら抜きなんですね。このグラデーション陰影っていうのもボディの元々のブラックを生かした色なので、その点もポイント高いんじゃないでしょうか。着やすいと思います。あんまりグロテスクなマリリン・マンソンはちょっと着れないなって方にもおすすめです。子供もこれじゃ泣かないんじゃないでしょうか。で、次はちょっと子供ちゃん泣いちゃうかもしれませんな。マリリン・マンソンのアイアム・ザ・ゴッド・ファック。レッドウッドタグのラージです。レッドウッドは作りが大きいので、XL とお考えください。ただこれね、着丈バカ長のが多い中、レッドウッドの L だから、この肩幅と身幅に対しての、この着丈の短さ保てております。フロントプリントはマリリン・マンソンがよくやる、ちょっとシルバーのラメっぽいプリントでして、バックプリントはこちら。これはね、すごくかっこいいんですけどね、あんまり日本ではね、あんま売れないんですよね、正直。だから、まあ基本的に海外仕入れもメインで僕たちやってるので、例えば海外で4万円の T シャツを僕たちは日本円で例えば6万円、7万円とか、もっと8万円とかでも販売するわけですよ。ただこの値段は海外の取引額より安いと思うので、お好きな方は超ラッキー、やってくれたグレートランドって感じ。これが海外仕入れでこれを入れてくるってなると、この値段全然無理なんでね。なので、ええやんと思った方、ぜひとも概要欄見てみてください。ラストです。マリリン・マンソンゴッド・バイオレンスのジャイアントの XL ロン T ですね。はい、ここまでコンディションのいいものも久しぶりな気がしますが、洗いもかかっておりますし、生地も死んでおりません。ドライロットしておりません。しっかり生地の厚みがございます。これはもうガンガン着てください。これこそ本当にもシンプルなテキスト系、今一番みんなが注目しているテキスト系で、まあゴッドミルクとかゴッドジーザスとかゴッドビアとかいっぱいある中でゴッドバイオレンス、マリリン・マンソンらしいですね。でこちらマリリン・マンソンでテキストだけの T シャツってほぼないんですよ。一部はあるけどほぼないので、その中でこうロンティーで XL でもうご自身用に染めていただけるピンピンのコンディション、僕ならもう乾燥機かけまくって何も気にせず着ます。それこそこれより安い T シャツのインナーにも着るし、で食べ頃になった時に進化を発揮してくれる T シャツでございます。ということで10着ご紹介させていただきました。ざっくりとしたバンド T シャツくくりでございましたね。本日夕方夜6時から店頭にてご試着日ご購入が可能。夜9時から下記概要欄オンラインストアにてお買い求めいただきます。1枚欲しいのあったと思います。もし全部持ってられる方はすでにかなりバンティーも集めきった方かな。ということでみんなどれぐらい持ってんのやろこれ。ただこのストーンズのペンキの感じとかっていうのを持ってる方いらっしゃらないと思うし、それも含めて前向きにご検討くださいということで、最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤーズ社長でした。バイバイ。